田祐馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田祐馬です。内田祐馬ハートヒートホップ121回目でございます。というわけで、もう7月も後半に入りまして、夏休み入ってる方もいますかね。皆さん楽しんでますか？海行ったりとかプール行ったりとか、もう爽やかに夏を過ごしていることと思いますけども、いやー、夏といえばダイエット、内田といえばオールシーズンダイエットいや夏といえばなんですけど、いやいや、夏ってやっぱそのなんか聞いた話によると、その夏と冬だとやっぱり人間の体的に溜め込む時期が冬で、で消費していくのが夏っていうリズムらしいのよ。だからやっぱね、夏場に向けて絞ったりとか、夏場を使って絞るって人多いんですが、まあ、内田もですね、それに例に漏れずですね、夏すごい今絞りまくってましたね。まくってるって言ってあんま写真見ないでほしいんですけど、比較とかしないでほしいんですけど、1ヶ月前とかと、でもですね、やっぱこうなんていうか、やっぱ落ちる時期にやるとやっぱ落ちやすいんで、まあ、やってても楽しいと。で楽しいついでになんか弁当とか、なんか最近久々に作るようになって、いろいろ何持ってこうかなとか考えるのめっちゃ楽しいんですけど、やっぱねいろいろさ考え始めると、なんか栄養効率とか求め始めるわけよ。なんかこっちの食材の方がなんかタンパク質多くて脂質が少なくていいなとか、でもそんなことをさ考えてるとさ、いつも同じものをなんかしかも何マカロニに鶏のチキンみたいなさ、鶏のチキンまあいいか、あんま気にしないでおきましょうねみたいなのばっか食べててさ、で、まあ、俺好きだからいいんだけど、インスタとかで写真あげようと思うとめちゃくちゃなんかなんて言うんだろう、なんか映えないなこれみたいな。そうだからね、ちょっともうちょっと、まあ、映え的なやつ作りたいなと思って、なんかね、彩りのあるちょっと料理とか皆さんなんかおすすめあったらメールで送ってきてくれると嬉しいですねインスタがもうちょっとこう色鮮やかになってね、いい感じになると思うんで、よろしくお願いします。さあ、というわけでそろそろ始めていきましょう。今夜も30分、ハートヒートホップ。内田祐馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードの提供でお送りします。内田祐馬ハートヒートホップ。改めまして、内田祐馬です。まずはアーティスト関係のお知らせなんですが、内田祐馬6ヶ月連続配信第3弾ショットが7月26日よりデジタルリリースされます。そしてこのショットがですね、 T リーグ2023-2024 シーズン公認テーマソングとして起用されることも決定しまして、7月29日の開幕戦でも初パフォーマンスいたしまーす。わー、ありがとうございます。 T リーグさんで、はい、ショット、はい、このシーズンですね、23年と24年シーズンの公認テーマソングとして、起用していただいたと、めちゃくちゃ嬉しいですね。そして開幕戦でも歌わせていただけるということで、ちなみに私はですね、T リーグ公認シーズンアーティストということで、この 23-24 シーズンの、公認アーティストというところになっております。はい、なのでぜひですね、T リーグ皆さんもね、7月29日開幕ですから、開幕からですね、このシーズンの T リーグ、はい、ぜひたくさん楽しんでほしいなと思います。そして Twitter ではですね、ショットのサビがいち早く聞くことができる T リーグコラボ動画も、はい、公開されております。ぜひですね、そちらのチェックよろしくお願いします。そしてですね、7月17日に放送されましたテレビ朝日系ミュージカル TV でもショットのレコーディングの様子、取り上げていただきまして、なんと24日の放送のミュージカル TV でもレコーディングの様子とかインタビューが公開されるということで、
はい、ミュージクル TV さんがあの T リーグをね、密着されてるというか、はい、特集されてるということで、内田もですね、ショットのレコーディング取り上げていただいたりとか、しております。はい、すごいですね。いやでも本当に卓球めちゃくちゃ盛り上がってますから、今ねぜひね、この T リーグの開幕と一緒にね卓球を知ってね楽しんでいただくっていう、一番いいタイミングじゃないかなと思いますんで、はい、ぜひ T リーグと熱をね上げるためにもミュージクル TV さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。さあ、そしてここからは近況トークでございますけども、あ、ちゃんちゃん台本に書いてくれてるわ。チャーハン作ってたねって、あれは入れるだけでできる的なっつって言ってますけどね、入れるだけでできます。いやいや、米にあれな、あれあの時揚げたのちょっとどんなんだったかあれなんだけど、米に玉ねぎとひき肉か、まあなんかその時は多分家にあった肉を入れてるだけのやつなんですけど、いやでもね、いや結構いいのよ。実際その食物繊維とかは別で取るし、栄養もねビタミン剤とかで取るから、まあ食事的にはそれだけでもまあまあ全然いけるみたいな。でわりかしさ、その玉ねぎとかを入れるとさ、ボリューム出るからさ、そんなにね分量的にはね、少なく感じないんだよね。でも楽しいですよ。でもなんかね、そういうの こだわり始めるとね、さあ、というわけでここからリスナーの皆さんのお便りご紹介してまいりましょう。ラジオネーム高身長の晴れ女さんからいただきました。ゆうまさん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日のソルシュが発売記念配信視聴いたしました。配信日決定から3ヶ月後かまだまだだなとのんきに思っていましたが、あっという間に当日になり、3ヶ月が一瞬過ぎて自分の時間の感覚にビビりました。ソルシュが楽曲の裏話やカップリング曲のお話たくさん聞けて嬉しかったです。個人的にハッピーゴージャーニーの楽曲完成があんなにギリギリだったことに大変驚きました。同時にお忙しい中たくさんの楽曲を届けてくださっているということに本当に感謝の気持ちでいっぱいになりましたといただいてます。ありがとうございます。こちらこそです。皆さんが聞いてくださってるからね、本当完成してますからありがとうございます。ズミーさんからもいただいてます。ヨン君、スタッフの皆さん、こんばんは。7月14日に行われたソルタンドシュガー発売記念配信お疲れ様でした。4月の発売から少し期間が空きましたが、 MV の撮影の裏話や収録曲や新曲のお話を伺うことができ、改めてソルシュガーをはじめ各楽曲を新たな面で楽しむきっかけになりました。また11月発売のサードアルバム Y に関してはアルバム名の素敵な由来のお話や 5th アニバーサリーボックスをワンピースボックスのサンプルとともにご紹介いただき、発売は少し先になりますが今から11月が待ち遠しい限りです。そして最新情報として、今回も例の内田雄馬かカードが封入されることが発表されましたね。もちろんカードだけでなく帯までついた80ページの写真集やシングルポスターのビジュアルカードなど特典が盛りだくさんの Y への期待値はマックスで、いつにも増して今年のいい肉の日が楽しみですといただいております。ありがとうございます。はい、というわけでソルシュガーの発売記念イベントがこの間配信ですね、配信を行わせていただきまして、ソルシュガーの発売日が4月の12日でしたので、ほぼ3ヶ月越しのイベントだということで、皆さんお待ちいただきまして本当にありがとうございました。いろいろとソルシュガーのお話も、してきたんですけど、まあ、今回ソルト&シュガーはですね、長い期間皆さんに聞いていただいてたというか、まあ、ハッピーゴージャーニーから始まり、ハッピーゴージャーニー1月の配信でしたので、1月配信でソルシュガーもあり、で風でありたいと、なんかシングルのその制作活動とプロモーションとでイベントも含めるとマジで結構1年ぐらいのに、まあ、とは言わないんですけど、10ヶ月とか、なんかずっとソルシュガーのものを作ってた感じがあったりでですね、なんか、長いことなんかね、みんなでこう温めてきた一枚のシングルだったなーなんてね、そんな風に感じております。でもこうやってね、やっぱイベントをやることで一区切りというか、やっと皆さんにお届けしきってたなみたいな、そんな気持ちにもなるんで、本当にね楽しかったなという気持ちですけども、はい、そんなわけでですね、いろいろこの配信の中でも発表もあったんですけど、アルバムの話ですね、サードアルバム、
はい、Y に関してですね、いろいろお話しさせていただいたんですけど、まあ、フィフスアニバーサリーボックス、はい、今までのねボックス の感じとはまた変えて、ワンピックスボックス、新しいワンピースボックスを用意してですね、皆さんに お届けすると。でいろいろ封入ありますよっていうのはあらかじめ言ってたんですけど、なんと追加の特典というか、はい、ものがね入ることになっちゃいましたよということを発表させていただいてます。それが例の内田優馬カカードってことでね、つみーさん例のって言ってますけど、何ですか例のあるよ、内田優馬カカードあるって、あるってばよ内田優馬に慣れちゃうカードを、これがですねなんと3枚入ってますと。で内田優馬のカードを、まあ、この3枚何に使うかといって、もちろん1枚は内田優馬化してほしい人に渡すわけですね。このカードを手に入れると内田優馬になっちゃうんで、1枚は渡すわけですよ。でもう1枚は手元に残しておくわけです。これはある意味内田優馬であるということの証明カードなわけですね。内田優馬化し続けるカードなんで、内田優馬化カード、いや怖い話で、もう一枚はちゃんと内田優馬化するエネルギーを家に貯めておくための鑑賞用です。置いておくとそこから特急呪物のようにっていうと、俺払わないといけなくなっちゃうから、払いに行かないといけなくなっちゃうんで、ちょっとあれですね、あれです、あれみたいなもんです、呪具みたいなもんですさパワーのこもった、はい、パワーのこもったカードということで、はい、それを置いておくと家にいる例えばお父さんお母さんご家族とかはいはいはい、旦那さん奥さん息子さん娘さん全員が内田優馬になっていくっていう恐ろしいパワーを持った恐ろしいパワーを持った特急呪物なんで、内田優馬のライブに来ないと消化できないっていう内田優馬のライブ来るとそれがスーパーパワーになって、またエネルギーチャージされ、前向きエネルギーに変わっていくという代物なるほどなるほどってなるほど言うてますけど、なので内田優馬カード3つ3枚入れさせていただいて言うというわけで、まあ、今回も、そんな冗談はさておきとしてですね皆さんに内田優馬カード、ちょっと今回も入れれないかなって言ってたところ、なんか無事ちょっと頑張って入れれるようになったということなんで、ぜひY も方もですね、はい、ぜひお手に取っていただけると嬉しいなと思っております。一応いろいろな本当に特典発表させていただいてますけども、改めてね写真集だったりとか、今までの反則ポスターをこうちょっとミニサイズにしてですね、お手元に、で飾っておけるようなものとか、結構しっかりしたカードでね制作しておりますんで、そういうのも楽しみにしていただけたら嬉しいなというふうに思います。今年のいい肉、はい、ビサイド U の日ですけども、ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。さあ、というわけでたくさんのお便りありがとうございました。引き続きリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は yuma@joqr.net です。それではここで一曲、内田優馬でデンジャー。高鳴ってくことの音、誤ってるフューチャーイマジネーション、君をテキタンテキタン、この手で誘ってあげるよ Easy as I。 その首元に絡みつくように Healing as a feeling 感じてそこへぜ、本能に従うまま Be you intense Danger desire。 隠れた魅惑のフレーバー、まだ気づかないのハーカー、絡みつくボート、二人の空気熱くメソダウン。乾いた心に咲く花、禁断の蜜をひとしずく、すぐに地に合う道の世界、行けるよ天獣天獣。閉ざされた扉を今優しく開いてあげる。 Live with me, love, come and through the show。 Addicted
内田優馬ハートヒートアップ。レコメンドミュージックトゥーユーマ。リスナーの皆さんから内田優馬におすすめしたい曲、レコメンドしたい音楽を教えてもらうコーナーです。ちなみに今回は星がテーマの曲ということで、皆さんに選曲していただきました。最近はね、天気がいい日も多いんで、夏はね、夜ね、星見たくなったりとかしますよね。さあ、というわけで早速紹介してまいりましょう。まずはボンヌさんからいただきました。ゆうまくんこんばんは。ゆうまくんにぜひ聴いていただきたい星にまつわる曲はガリレオ・ガリレイさんの星を落とすです。とても幻想的なイントロから始まり、女性コーラスの声が壮大な夜空を瞬く星であるかのような印象から曲は始まります。まるで端から端まで視界を遮るもののないものがない夜空を見ているかのような感覚になるくらい、この曲のイントロに圧倒されます。そして曲のところどころにキラキラした音が入っており、星を連想させるところがとても美しいポイントですと。あー、いいですね。ガリレオ・ガリレイさんの星をです。尾崎さんの、ね、星とかもうその世界観、こうね、広がる世界観っていうのは本当に僕らもね、あの内田優馬の活動でめちゃくちゃ楽曲体感させていただいてますけどね、そう、本当素晴らしいですよ。ありがとうございます。続きましてはこちら、ラジオネームラッコになりたいゆきさんからいただいております。優馬くんこんばんは。私がおすすめする星にまつわる曲はインスピのこの星の子守歌です。優馬くんはインスピというアカペラグループをご存知ですか？初めて聞く名前かもしれませんが、歌声はきっと聞いたことがあると思います。某有名企業の CM ソング、この木何の木を20年近く担当しているのがこのインスピなんです。すごい。この星の子守歌はインスピの楽曲の中でもソウルフルで、私は大地や宇宙とつながったような感覚に魂を震わすってこういうことなんだと衝撃を受けました。人の声だからこそ共鳴するものがあるかもしれませんと言っております。すごいですね。なんかでも歌声ってね、やっぱその自然とかね、ネイチャーなものとのリンクってすごいあるなと思います。だからこうやっぱアカペラで歌われるということはね、すごいこう一体感がね、星との一体感みたいなものが歌の中には出てるのかもしれない。いいですね。ありがとうございます。続きましてはこちら、メカ太郎さんからいただきました。私がおすすめする星がテーマの曲は須田雅貴さんの星を仰ぐです。須田さんの語りかけているようなため息混じりの歌い方がとても優しく、優しさの中に力強さもある声で引き込まれます。歌詞の一つ一つが心に響き、聴いていてとても心地よい音色で癒される曲です。私事なのですが、前にひいおばあちゃんを亡くしてとても辛く悲しい時にこの曲に何度も救われました。寂しくなってふと夜空の星を見ると、ひいおばあちゃんが星になって自分を見守ってくれている、そんな気持ちにさせてくれたからです。星が出てると必ず聴きたくなる大好きな曲ですといただいています。あー、いいですね。自分のこうなんていうでしょう、気持ちとかね、その時の思い出みたいなものをこう楽曲がこう一つなんかこう先にね進ませてくれるというか、そういうエネルギーがある楽曲、そしていい、すごい素敵な、本当にパワーをくれる楽曲だったんじゃないかなというふうに、そんな風に思いますけども、気になりますね。さあ、というわけでどの楽曲にもかなり今回ちょっと気になる感じあるんですけど、この楽曲にしようかな。楽曲だって、楽曲です。須田雅貴で星を仰ぐ。はい、というわけでこの須田さんの本当に歌声はもう素晴らしいですね。なんか本当にやっぱさ、歌とかってこう、まあ喋るように歌うというか、そのそれなんか技術的な話じゃなくて、本当に相手のにこう語るかけるように歌うっていうことがね、結構大事だなって内田も思ってるんですけど、なんかこのなんか言葉の一つ一つがなんかスッて入ってくるっていう感じがやっぱ本当に素敵だなというふうに思いますね。いやー、ありがとうございます。さあ、というわけで来月は8月フェスのシーズンということで、夏フェスで盛り上がる曲、こちらをテーマにですね、メール送ってきてください。夏フェスで盛り上がる曲ですよ。以上、リコメンドミュージックトゥーユーマのコーナーでした。
内田雄馬ハートヒートハップ。お送りしてきました内田馬ハートヒートホップ。今夜もそろそろ火を消すお時間になってしまいました。番組ではリスナーのあなたからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送内田馬ハートヒートホップまで。メールの場合はすべて小文字で yuma@joqr.net、 yuma@joqr.net、 yuma の綴りは yuma です。メールを読まれた方の中から毎週1名様にはハートヒートホップのステッカーをお送りしますので、必ず住所、氏名、郵便番号も明記の上お便りを送ってください。この番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。また放送後の月曜18時に内田雄馬オフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブをアップしますので、ぜひチェックしてください。さらにこの番組、番組公式 Twitter もございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、こちらもフォローお願いします。最後に内田雄馬からのお知らせです。内田雄馬6ヶ月連続デジタルリリースが決定。第1弾ワンラブワン、第2弾デンジャーがそれぞれ配信中です。第3弾ショットは7月26日より配信されますのでお楽しみに。そして内田雄馬サードアルバム Y が2023年11月29日水曜日に発売。完全限定生産のフィフスアニバーサリーボックスはワンピースボックス仕様となっており、こちらには80ページの写真集、シングルポスター、ミニチュアカード ×12 種、ジャケ写ミニステッカー、そしてリリックカード ×10 種、さらに内田雄馬カード3枚の封入も決定いたしました。そして CDBD 版には初回製造分のみスリーブケース仕様となっており、ミニ写真集がつきます。通常版もありますよ。そして7月から出演する作品情報です。ルローニケンシン、明治剣客ロマンタン、篠森青史役、呪術廻戦伏黒恵役、死神坊ちゃんと黒メイドウォルター役、ミックス立花総一郎役、カードファイトヴァンガードウィルドレスシーズン3エバタトーヤ役、ちいかわラッコ役、映画マスターオブスキルフォーザグローリーの日本語吹き替え版にスームーチュー役などなどで出演しております。皆さんぜひチェックよろしくお願いします。そして本日のステッカー当選者は、じゃあこの人、よいしょ、ルルさんです。ありがとうございます。さあというわけで本日の放送いかがでしたでございましょうか。はい、7月もね、でももう終わるわけですよ。気がついたら本当にね、婚姻屋のごとしあっという間の速度で進んでいきますのでね、一日一日を楽しみたいと思いますが、僕はこの放送が終わったら、あの持ってきたあのカレーをですね食べたいと思います。はい、今日はお弁当カレーなんで、カレーを、ね、今食べるの楽しみで楽しみで今仕方ないんですけど、何回かこの放送の間にお腹ギュルギュルなってたんですけど、皆さんの元に届いているか否や、まあ本当にね、よくあるんですよ、あのアフレコ中だと、あすいません、あのお腹の音が入ってるんで、あのもう一度くださいっていうの、あのこれ僕だけの話じゃなくて、あの声優あるあるなんですけど、お腹の音リテイクっていうのね、みんなね、でもね、いっぱい食べてね、お腹いっぱいになって、この夏暑いですから体力つけてね、乗り切っていきましょう。さあというわけで今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は内田雄馬でした。次回もハードイドハープ内田雄馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。誰とも波風立てないように本音を見せないで、なんとかやり過ごす。